私の名前は浜崎ゆな。ごく普通の会社員。ある日私に結婚式の招待状が届いたの。この招待状のせいでまさかあんなことが起こるなんて。翔太は小学校から大学までずっと一緒にいた私の幼なじみ。なんとなく両思いなんだろうなって思ってたけど、結局お互い気持ちを相手に伝えることはなかった。うるさい。うるさいな。誰だよ。リセット。そんなことできるの。いて。ストップストップ、やめろって。え、ネズミが喋った。オイラのどこがネズミに見えるんだ。本当にネズミが喋ってる。とりあえず自己紹介するよ。オイラはコットン、妖精だよ。おしゃれの魔法で過去をリセット。え、妖精。そうさ。妖精がどうしてクローゼットの中に。オイラは時間も場所も自由に移動できるんだ。この前彼女に振られてさ、カッとなって魔法を連発してたら何回もタイムスリップしたもんだから帰れなくなっちゃってさ。そんな時、君の家の窓が開いてたから忍び込んで住み着いたってわけだ。そんな嘘、信じると思う？もう、いやだから、叩くな。やめろって。え、オイラに任せときなって。そんなことできるの？オイラの魔法でタイムスリップすれば過去なんか簡単に変えられるよ。どうやって過去を変えるの？オイラはこう見えても妖精界のファッションデザイナーなんだ。ドレスアップなんて魔法だって使えるんだぜ。ドレスアップ？まあ見てなさいって。マジカルドレスアップ。え、何これ。どんなもんだい。すごい。マジカルリセット。元に戻っちゃった。妖精の魔法をなめるなよ。うん。おしゃれってみんなが知らない不思議なパワーがあるんだよ。びっくりするほど勇気が湧いたり、好きな人の心を動かしたりできるんだぜ。オイラの魔法で過去に行って、君も翔太もドレスアップすればきっと二人の思いを確かめ合えるさ。よくわからないけど、なんかすごそう。とにかく行くぞ。パラレルリセット。やあ、ユナ。たかが服でしょ。ユナ、どうした？何一人でブツブツ言ってるんだ？二人は後ろだよ。おい、
アルカ、アクミ、二人とも早く来いよ。なんだよ、翔太、マイフレンド。俺に見とれて、怪我するなよ。お、なんだ、ユナじゃねえか。お久だな。その喋り方、マジでうざいな。ねえ、肉食系女子って知ってる？おい、ふざけてないで。ほら、俺たち4人、また同じクラスだぞ。マジか、俺たち4人、また同じクラスってか。やば、翔太とユナ、また隣同士じゃねえか。仲良しだな。相変わらず変わるな。え？一番美しく可愛く、そして生徒たちから愛されてるアスカ先生よ。まだまだ若い子には負けないわよ。ごめんなさい、飛ばしすぎたわ。ここまでドン引きされるなんて。今日は初日だから、まずは皆さんに自己紹介をしてもらって、何か少し歌ってもらいます。各自
何着よっかな。